を超えて馬場さんとの再会を果たしました。三冠王者天竜源一郎、誰よりもこの3本のベルトの重みを知る男、そして誰よりもプロレス界に刺激を与え続ける男、この男に世の中はミスタープロレスの称号を与えました。師匠の馬場さん、ライバルの鶴田さん、死闘を演じたハンセンはもうこのマットに立つことはありません。かつて王道から寄り道したこの男は蛇行しながらも原点に帰ってきました。そして攻め続ける男は這い上がってくる者にも容赦はありません。健介に見せつける三冠の重み、川田に刻み込むエボリューションの歴史、俺を感じ取れ、三冠を見つめろ、メロンの天竜の目が今そう訴えかけています。天竜がリングに立ちました。本日のメインイベント、タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー260ポイント、佐々木健介。歴史の扉がまた一つ開いた佐々木健介。川田俊明、馬場さんに伝える全日本の今、川田俊明。赤コーナー240ポイント、長谷宏。健介川田に胸を乗る長谷宏。270ポイント、天竜源一郎。風雲の森流三冠チャンピオン天竜源一郎。報道新世紀2001ジャイアント馬場3回忌追悼 1.28 東京ドーム大会、60分の一本勝負、堂々メインを張ります4人の役者が揃いました。赤コーナー三冠チャンピオン天竜、そしてそのパートナーは長谷宏、その対角線にいます IWGP チャンピオン佐々木健介、そしてそのパートナーには死闘を演じている川田、先発はまず天竜だ。そして佐々木は下がりました。天竜と川田で今60分日本勝負のゴングが鳴りました。天竜同盟、その天竜と川田、おっと今屈伸です。かつて同じチームメイトとして全日本を活性化しましたこの二人、がっちり組み合った。ヘッドロックの体勢は天竜です。川田が押し込んでロープに飛ばした、ショルダーアタックでは、おっと川田の目が見開いた、ミドルキック、ローキック、連発だった。ニュートラルコーナーに押し込んで川田が蹴り取った、顔面ハイキック、天竜の顔面を捉えました。そしてバックに当て天竜投げました、バックドロップ、立ち上がった、一歩も譲らない、バックに当て投げ返した川田、後頭部を抑えます天竜です。放送の解説は週刊ゴング竹内康介さんです。竹内さん、はい、いよいよこのタッグマッチ、豪華な顔ぶれが揃いました。これね、20世紀では全く考えなかった試合ですよね。そうです、三冠チャンピオンの天竜がいます。そして青コーナーに今 IWGP ヘビー級チャンピオンの佐々木健介がいます。佐々木健介が初めてこの全日本のマットに上がった今日の東京ドーム大会です。竹内さん、まずですね、先発で三冠チャンピオンの天竜が出ました。佐々木ではなく川田でしたね。これはね、やっぱり当初はこのメインがですね、はい、三冠、その川田の挑戦の試合だったんですね。そうです、そのやっぱり2人のやっぱり思いがありますからね、当然お互いに先発を勝って出たかったんでしょうね。川田はその佐々木健介を制して自分から出てきましたからね。ですね。この攻防を今青コーナーからじーっと川田のパートナーの佐々木健介が見つめています。そしてコーナーには長谷健がいるわけですからね。そうなんです、かつて新日本の一時代を築きました長谷健コンビ、長谷宏、佐々木健介の交わりも非常に期待があります。さあ今長谷が天竜からのタッチを受けました。これを見て今青コーナーの佐々木も一歩体を前に出した、そんな気がいたします。ここで佐々木が出ます、やっぱり出ますね。長谷とのファーストコンタクト、佐々木がリングに入りました。 IWGP ヘビー級チャンピオン、あった、張り返した、エンドレスで打ちます、タックルいました。長谷が佐々木をテイクダウンしています。さあこのかつては IWGP のタッグチャンピオンにも輝きました長谷宏、そして佐々木健介の2人であります。この2人はまあ何と言いましてもジャパンプロレスでのまあほぼ同期という間柄ですからね。そうですね、ちょっとその長谷のですね、この東京ドームの引退試合ちょうど5年前ですね。そうです、それもこのカードでしたからね。はい、あの時にはその佐々木の目にも光るものがありました。ただそしてまたその時を経て
今度は佐々木が IWGP チャンピオンとして迎える。お互いの思いはまた膨らんだでしょうね。さらに佐々木宏は全日本プロレスで迎え撃つわけですからね。そうなんです。合わせました。長谷宏は史上初の衆議院議員レスラー代議士となって、この全日本のマット佐々木健介と今胸を合わせているという状況であります。一方の佐々木健介はチャンピオンとなって久しぶりにこの全日本のマットに上がります。この辺りはねちっこいグラウンドの攻防です。もう長谷健なんかの場合は本当にもう完全に封印されたと思ってたんですけどもね。はい、こういうものとまた扉が開くというプロレスの面白みですね。そうですね。あの佐々木健介が話していたんですが、当然今日は IWGP 新日本のチャンピオンとしての自分もいる、ただ一レスラーとして長谷とやってみたい、そういう思いもあるということを話しました。本当率直な気持ちですね。そうでしょうね。今はおそらくは昔の感覚を思い出しながらこの2人がグラウンドの攻防を展開しているというこのリングの中になっています。当然そのジャパンプロに入門したばかりの頃の2人がこうやってしのぎを削り合うという場面がたくさんあったわけです。そしてコーナーに控える三冠チャンピオン、赤コーナーは天竜、青コーナーには全日本のエースの川田俊明です。この後の楽しみは天竜と健介の絡みですね。チャンピオン同士の絡みということになります。さあここでタッチしました。さあ天竜がリングの中に入って、いよいよ佐々木健介と史上初ですねチャンピオン同士の交わりになります。胸割った、逆転連発だ。胸を出して耐える佐々木健介、倍返した。健介は倍返しができるか、一歩も引かない、一歩も譲らない。この音です。あ、お互いね、意地だけではないベルトの重みがかかってますからね。そうなんです。全日本の主砲の三冠ヘビー級選手権、そして新日本の主砲 IWGP ヘビー級チャンピオン、史上初チャンピオン同士、現役の王者同士が今一つのマットリングの中で相まみえています。夢を見ようにも見られなかったこのファーストコンタクト、まず今長谷にタッチしました。竹内さん、最初の絡みをご覧になっていかがでしたか。やっぱりどっちもね、一歩も引かなかったですよね。そうでしたね。当然この天竜と佐々木のシングルというのは過去にありましたが、チャンピオン同士というのは初めてになります。一発バックドロップを打って健介から川田、このタッグが今日初めて実現しています。リングの中に入ってきた川田俊明です。逆水平のど元、おーさ、これで派生も引きません。二塁跡、胸に筋肉が踊ります。もうこの逆水平の打ち合いは4人の4人とも一歩も引きませんね。ですね。キックが打ってハイキック、これも返した汗、顔面ヒット、おっと倒れない、打ち返す打ち返す、倍返した、顔面ヒット、おっとおっと、今度は汗です。いや、もう蹴り合って打ち合って2人がもう膝をついてフラフラであります。ババさんが、ね、こう1秒たりとも劣勢になるのが嫌だという感じですよね。そうでしょうね。とにかく主導権を離したくない、まあ、主導権という言葉も合わないかもしれません。お互いがチャンピオンとしてトップレスラーとしてそれぞれ積み重ねた実績もあります。引ける状況ではありません。ジャイアントババ3回忌追悼のこのメインイベント、東京ドーム大会です。川田とそして長谷宏です。この2人といいますと、その川田の復帰戦ということもこのドームで行われました。さあ今度は天竜です。えげつないです、この顔面蹴り。さあ持っていくか、もう打つのか、早いですね。早いですね。仕掛けが早い天竜源一郎、まあ、天竜もその直前に練習中膝を痛めるというアクシデントもありました。ただ今早い段階から踏ん張るこのパワーボールを狙ってきました。おっと、まだ簡単には手放しません天竜です。リバースしました川田、おっと顔面キックを返していきます川田です。おっと、グーパンチだ、顔面ヒット、ラリアット左のカイナー、カバーに行きます。もう見ている我々も全くその息を抜く暇がありません。これね、タッグマッチの形式は取ってますけどね、やっぱり4人のシングルマッチですよね。それはこのカードが決まった時点にそういうことを長谷も話していたんですけれども、まさにその通りの展開になりましたね。パートナー同士もね、どっかでやっぱり意地の張り合いがありますからね。そうですね。特にこの青コーナーに控えます佐々木健介は全くこの川田の動きから目を離しません。さあ
岩浅のインディアンデスロックを決めて、この後は鎌固めという流れがあるんでしょう。このデスロックに顔を歪めます川戸俊明であります。さあここでブリッジを引かせます。鎌固めがリングの中央いいところで、さあ佐々木健介が今セカンドロープをまたごうというところ、今カットに入ります。川田を救出しました佐々木健介です。こういう場面もあるんですね。そうなんですね。この2人はですね、やはり意地というものがあるでしょうから、あまりその連携救出というものはないかと思われたんですが、やはりこの辺りはタッグマッチ打てば響くものがあるんでしょう。おっと脇腹からの逆水平です。かつてこの全日本プロレスの活性化を呼びかけたこの天竜同盟です。天竜がいて、阿修羅原がいて、そしてこの川田俊明が若手構成員としてまさに全日本プロレスに新しい風を吹き込みました。川田が身につけるこの黒と黄色のタイツ、これは紛れもなく天竜から引き継いだものであります。天竜の魂をまさにその後の全日本プロレスの一連の流れの中でも引き継いだ男、それがこの川田俊明です。あと膝から崩れ落ちました天竜です。武井さん、これはどう見ますか。結構下半身の力が抜けてるみたいですね。あの膝の怪我の影響っていうのはどうなんでしょうかね。お、連携が出ますね。連携ですね。佐々木入ってダブルのショルダー、夢のこの連携が見られました。連携プレーを見せた後は静かにコーナーに下がる川田です。ブレインバスターの体勢抱え上げてすぐさま落とします。ちょっとこの後の天竜の足の動きというのが一つ気になったの。さあスコーピオンデスロック、この辺りは師匠の長州力からの流れを引き継ぐスコーピオンデスロックであります。おっとここでこのサソリ固めは一旦ほどきましてグラウンドの体勢に入ります。おっとこれはまた実に珍しい流れになりました。監獄固めですね。そうですね。ただこれを見て顔面を張りました天竜です。おっとその目を全く防ぐ切ることがありません。かつて IWGP のベルトを巡って一連の抗争を巻き起こしました天竜と佐々木健介、現三冠そして現 IWGP、 2人のこのチャンピオン同士が今監獄固めを巡っての意地の張り合いになりました。まさに1年前はですねこの東京ドームの世界が IWGP を争ってたわけですからね。その通りですからね。ミスタープロレス50を超えてもこの天竜の勢いはとどまるところを知りません。健介から川田にタッチです。ここまで見てその健介川田の連携というのは非常にスムーズにいっているように見えますね。思ったよりいい連携をしてますね。そうですね。お互いの意地と意地がぶつかったあの去年の 10.9、 ところは同じこの東京ドーム初のその交流となりました佐々木健介対川田俊明、顔面ハイキックで川田が一勝。ただ今年に入りまして IWGP のトーナメントの決勝では佐々木健介がこの川田を下しています。1勝1敗まさにこの後永遠のライバルになるであろう川田と健介であります。さあ飛行機投げのようで輝いて、あっと喉元のあたりです。竹内さん、今日のこの試合にあっては長谷がどういう動きをするかポイントになりますね。キーポイント握ってますね。そうですね。佐々木健介との絡みもあります。そして天竜をどう試合の流れいい形に引き継ぐか。おっとドリルアホールパイルドライバー、まさに脳天から。川田がスローモーションのように崩れ落ちましたね。そうでしたね。そして今コーナーに控えます佐々木健介にちらっと視線を送った長谷博士であります。エルボーを追ってここで息を吹き返すが顔面キックです。佐々木健介が入ります。さあ今度は健介と長谷になります。おっと健介を見て一気に息を吹き返した長谷博士です。この辺りはやはりもう一本譲りません。声を出します佐々木健介、声を上げます長谷博士、前に出るのは健介だ、打っているのは長谷博士。さあ返していきます。新日本の看板の重さですね。そうですね。スペシャルです。長谷が一度引退してからこの健介がさらに大きくパワーアップしました。そのまさに健介の成長を長谷が今日のリングで肌で感じ取っていることでしょう。ヘッドロック、万力のヘッドロックから
長谷が投げた、ショルダータックル、すぐさま立ち上がった、おっと、そのまま受け止めました。強引なキャッチですね。今ドホームがどよめきました。佐々木健介がおよそ14年ぶりにこの全日本のマットを踏んでいます。入門したのがジャパンプロレス、そしてそのデビュー当時は全日本のマットで何試合も行いました。その健介が時を経て全日本のエースの川田と組んでいる今日の試合、起き上がりこぼしで打っていきます。痛みの伝わるプロレス、それを標榜したこの川田俊明です。この広い広い東京ドーム、間違いなく3階席にもこの音が響いているはずです。人間を叩く音がこれほどまでに広く響きます。返しました、長谷宏です。さあ健介がリングに入りました。タッチも非常に早いですよね。いいスイッチワークですよね。それにしても竹内さん、今日はこの張り合い打撃戦がなんともいうことでしょうか。やっぱり意地の張り合いですよね。本当ですよね。のだまと、やっぱこれ最後まで打ち勝たなきゃ気が済まないって感じですよね。つまりその打ち勝てる人間が今日の勝者ということですか。ですね。長谷宏の首をムンズと掴んだ佐々木健介であります。現 IWGP ヘビー級チャンピオン、おっと抱え上げて落とします。もう本当にこの強引な動き、おっと腕を取っているか長谷宏。簡単にはこの健介の流れにはしません。ジャパンプロレスに入門したこの佐々木健介が全日本のリングで試合をしている頃に、少しだけですけれども、あのジャイアント馬場さんにいろんな形で指導を受けたことがあるそうです。まあ、当時、まあ、長州力の弟子ですからそんなことは言えなかったんですけれども、今となっては本当にいい思い出です。佐々木健介はそう話しています。その全日本のリングにチャンピオンとして上がった佐々木健介、ただ今日の試合では誰が主役ということはありません。打って張って殴って蹴って、スピンキックは川田です。ちょっとこれで長谷が捕まる時間がだいぶ長くなってきました。コーナーで天竜が動けません。これはあの天竜の足の動きがちょっと良くないということを考えた長谷の、多分そうでしょうね。でしょうかね。なるべく自分がそのつなぎたいという部分だと思うんですけどね。あ、そうでしょうね。ただそれが裏目に出なければいいんですけどね。でまたこの健介川田のタッチワークいいですからね。もう青コーナー川田健介が面白いようにこの長谷宏に殴る蹴るの一連の流れであります。おっとフロントスープレックスで投げましたが、健介ラリアット極太ラリアットが入りました。長州力の力ラリアット、それを体感して得たこの健介のラリアットです。おっと天竜を蹴散らした。健介ダブル、お、今健介に声をかけました。ダブルという声ですよ。抱えた、連携が見られた、歴史的な連携だ。なぜこんな連携ができるんですかね。そうですね。二人はこの試合の前まで全く会話がありません。ダブルという声をかけた川田、おっとしかしそれをなんとか逃れようというところ、おっとさあ捉えた、裏投げ一寸。さあこれで長谷は天竜の元に戻れるか。天竜が手を伸ばす、しかし長谷はまたしても大の字だ。今はしかし歴史的な瞬間が訪れました。川田と健介、この二人が連携を見せて、その難を逃れた長谷が天竜にタッチ。野田元、野田上、容赦がない。顔面キック、スピン、さあ蹴り上げました。おーっと顔面ステップキックも全くものともしない。蹴り上げて目は見開いた。おっとさあ振って、おっとランニングの逆水平だ。ドームがもう今日は何度もどよめいています。さあ背中を向けて、あートラリアット顔面を捉えた。クレパンチを打って円錐切り、いい角度です。フラフラの川田、さあ抱え上げて今一度高角度レール棒を狙います。トップから肘が折りました。まさに天竜が八面六臂の動きを見せております。グーを握った、かました、あーっとグーパンチ、さあイングラッチ、おーっと早くもいくか、おーっとどうなんだ
せつけましたね。たまらず健介が勝ったです。目の前で宝山の板門を打ちました天竜です。まさにこの技で健介から勝利を収めたこともあるこの天竜です。まさに今の宝山の板を見て健介の怒りに火がついた。長谷が今このあれはすごい挑発ですよね。そうですよね。おっとハイキックの打ち合いが相打ちですね。そうですね。健介が今冷静になれないところ、長谷がこう押し込んで、さあリングの中の攻防は川田が走る。わあ、メキック顎の先端にヒット。前から崩れ落ちた天竜だ。さあストレッチプラムねじ切るか、川田がねじ切るか。今健介がさあ長谷を相手にストラングルホールド。さあ川田健介が締め技での共演です。ガッチリと決まった。まだ川田はストレッチプラムを外しません。去年の 10.28 三冠戦を戦いました天竜と川田。しかし軍配は天竜に上がりました。そして 1.4 このドームで IWGP を取れなかった川田が今宵の三冠戦を拒否して今回のタッグマッチが結成されています。さあ天竜に対しては怒り倍増。おっと張り合い全く同時に張りました。天竜の胸が真っ赤、健介の胸はさらに真っ赤。ラリアット胸を出します。連発ですがラリアットは打ちグーパンチだ。この辺りの豪快さはまさに天竜。さあ長谷が指差します。健介を指差します。チャンピオンよこれでも食らえ。ミサイルキック。さあボンバースポーツが見られました。ああ、よくこう出しましたね。この東京ドームで川田が天竜がそして馬場さんが見つめる前で全日本と声を上げました。健介を健介をぶん回します。長谷博士かつての長谷健コンビが長谷の復活、そして健介の IWGP チャンピオンによってまさにジャイアントスイングでの再会です。まもなく20回転を迎えようという長谷博士ジャイアントスイング20回転で行きました長谷博士。そしてちょうど20分のコール、ぐったりと倒れます長谷博士です。わあ立ち上がれません。今一度竹内さん、この試合はこの後どうなるんでしょう。本当ですね、こっからが本当の勝負ですからね。そうなります。ジャイアントスイング20回転、今両雄がコーナーに戻れるか、誰が誰を狙うかですね。そうなりますね。天竜は今手を伸ばしている。川田は冷静に健介の動きを見ている。健介は立ち上がれるか。長谷が先に立ち上がりました。ここからは長谷の必殺技のオンパレードが入りました。待てます。まだ組みつく、まだ組みつく。裏投げは打たせません。顔面フット張り返した。乾いた音が響き続ける。この音は何だ、この乾いた音は一体何なんだ。長谷が倒れます。まさに鞭で打ってるような音ですよね。本当です。人間の体から発せられる音ではありません。健介に用なし。天竜はじっと見つめます。ここでは手を伸ばしません。今一つ声をかけました。さあ決めるか。天竜が見ている前だ。おっとこらえた。丸め込んだ、丸め込んだ。宝山大友も出せる前に丸め込みました。長谷博士であります。くるっと丸め込んで、なんとか懸命に長谷はスリーカウントを取りに行こうという動きであります。天竜が見つめるこのリングの中、バリアットです。ここで川田が手を伸ばします。川田が手を伸ばして健介から川田、今日はいい連携が出ている。走った、ラリアット、川にいた。さあ返せるか、返せ、返しました。なんとか返しましたが川田の動きは止まりません。またぐらに、さあ今度は天竜の見ている前でパワーボムだ。仕切り直した。師匠の天竜伸びている前、ああ天竜が入ります。先ほどは宝山大とボムを健介の前で打ち、川田のやるパワーボムは天竜は許しませんでした。
もう20分が超えています。足を取った、おっとバックリバット投げた、ジャーマンスープレックスホールドに丸めた。天竜が今アシストに入りました。 20分を超えてもあの綺麗な人間強。さあノーザンライト投げました、ノーザンライトスープレックス。もう流れというよりも一発一発を打っていくという感じになってきましたね。こういう展開ですね。綺麗な流れでは決してありません。ただ一発一発出し続ける。さあフルネルソンに固めて投げるか、ジャーマンを切り返してハイキックありました。一回転した顔面ハイキック。おっと長谷が走る、ああジャンピングハイキック、ちょっと浅いか、ああといった側頭部に入りました。3連発、おっとまだ倒れない。ケンスケラリアット、ここでケンスケのアシストがありました。さあケンスケが天竜を抑える、これは勝負どころですね。天竜伸びている前、汗を捉えた川田、川田パワーボム、3カウント入りました。天竜の見つめる前、川田がケンスケのアシストを終えてパワーボム、パワーボムの3カウント。川田健介歴史のタッグ、まさにその日本の中では今無冠のエース川田利明がスリーカウントを奪いました。勝利を収めて距離を取る川田と佐々木健介です。武さん、はい、終盤あまり流れというものはありませんでした。ただ一発の思いというのは変わりませんでしたね。これね、当初は当然この4人のシングルマッチと思ったんですけどね、最後にも皮肉にもやっぱりタッグの連携を見てくれましたよね。そうですかね。そして今健介と川田が距離を取って、もう健介はおります。やはりこの辺りは決してパートナーではないという動きですね。次はまた2人の戦いなんですよね。そうですね。勝負タイムは23分48秒、川田のパワーボムで長谷博士を仕留めました。今リングの下から天竜を、そして川田を見つめる IWGP ヘビー級チャンピオン佐々木健介。おっと長谷が降りたところで健介がまたリングに入ります。いやー本当に4人のタッグマッチは4人のシングルマッチです。おっとマイクを取った佐々木健介。天竜さん、これからね、天竜さん、ジョンさん、そして通さんたちがね言ってきた言葉を、おい、俺たちがそのまま返してあげます。もう俺たちの試合だ。おっとこれは強烈なことを言われましたね。